和教信条は、宗教改革当時のルター派教会の主要信条のうちで最後に出されたものである。一致信条とも言う。1577年に作成されて、アウクスブルク信仰告白50周年目にあたる1580年に、刊行されたルター派教理集大成、一致信条書の中に、他の文書と共に収められた。 その時には教信条の題名が付けられたので今日もそのように呼ばれている。トルガウ信条と呼ばれるものの要約とベルゲン信条書と呼ばれる文書とを合わせたもので前者が公害という見出しで後者は根本宣言という題になっている。マルティンルターの死後、福音主義陣営はフィリップ派と純正ルター派と呼ばれる二つの陣営に分かれて進学論争に明け暮れた。 1560年頃から、福音主義教会の協議的また実際的な一致に向けての機運が高まった。アンドレー、ケムニツ、ゼルネカー、ヒュトラーウスといった若い世代の進学者たちが第三のグループになり、積極的に論争解決のために尽力した。1576年5月に、ザクセン選帝校、アウグストの指示により、トルガウに集められたアンドレー・ラルター派の、 進学者たちがこれまでの約30年間のルター派内部の進学論争に決着とつけるためにトルガウ新上書を作成した。新上書はルター派諸地方に回覧されて反応を見てさらに討議をするために1577年にマクデブルク郊外のベルゲン修道院で会合を持った。その結果、トルガウ新上書の改訂版のベルゲン新上書が出来上がり同時に アンドレイによって、トルガウ新庄書の要約が準備された。それから3年後に、トルガウ新庄の要約とベルケン新条を合わせて、ルター派の教会の一致をもたらすものとして、和教新条という名前で公にされた。8000人のルター派諸行、都市代表者、新学者が署名した。この新条によって、ルター宗教改革の後継者は分裂の危機から救われた。しかし、 ルターの宗教改革のダイナミックな精神が特定の教義を真理とみなすことが信仰であるということにすり替えられた。これがシセル正当主義とも言われたルター派正当主義を生み出していく原因になった。ありがとうございます。